本が出ますと。本が出ます、はいはい、参政党の、はい、ボードメンバー5人で作った本が発売されると、はい、どういうことを方向性として考えているのかっていうのを皆さんに知ってもらわないといけないと思っていて、まあ、まずその政策をこれから党員の方々がまとめていっていただくんですけど、うん、その土台となる部分の議論がまあ全部載っていると、うん、皆さんこんにちは、神谷総平です。今回は CGS のまとめページがリニューアルされましたので、そちらの方をご案内したいと思います。 CGS は2013年に番組を配信してからもう合計ですね3000本以上の動画をアップしてきました。それぞれのカテゴリーに分けて今まで表示するということをしてませんでしたので、一個一個見ていくのが大変だということ、それから番組の内容を見ないとですねどういった概要か分からないというような声をいただいておりましたので、今回はそれぞれのジャンルに分けて、またそれぞれの先生方の講義をですね解説したページもつけて動画の一覧を作っております。リンクはですね説明欄の方に貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただいて、ぜひ CGS の番組過去のものから遡ってご覧いただければというふうに思います。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も目から鱗の江戸時代をお送りしていきたいと思います。講師は小柳さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、2回にわたりまして、はい、お花魁の方だったり、お墨さんだったりということで、はい、まあ、江戸の女性の話を聞いてきたんですけれども、はい、まあ、今回もテーマが江戸の女性とその生活ということで。はい。はい、とても大切なことだと思うので、はい、まあ、女性特集で3回連続したんですけれども、はい、最初のフリップをご覧いただきますとね、真ん中に浮世絵があります、はい、で両側に、まあ、実際の、まあ、これ、幕末から明治にかけての写真なんですけれども、はい、まあ、実際の女性たちの姿、うん、はい、同じ3人で並んでおります、はい、まあ、世の中の理想と現実はい、という、まあ、すいません、はい、ごめんなさい。いわゆる女性たちが非常にこう差別されていたとか、うん、それからもう例えば吉原のお偉人さんなんかでもそうなんですけども、籠の鳥で出入りが禁止だったとか、はい、ああいうことよく言われますよね、はい、私たちは籠の鳥でここから一歩も出ることは、できんでござんせんだったかな、うん、なんかそんなふうなセリフが結構あったりするんですけども、はい、実際そうではなかったということが今日のお話のお題目になります、はい、実はですね江戸時代の女性たちというのはほとんど家から遠くまで出る必要がなかった、はい、遠出はするんですよ、お伊勢参りですとかね、はい、あるいはこんぴら参りとかといったようなものには結構女性たちも行きましたので、はい、本当に遠くに出るというツアー旅行があったんですが、日常の生活においては、うん、まず自宅を中心に半径200メートル以内、はい、この半径200メートル以内というのは大体猫と同じなんですなんだそうなんですが、その範囲内ぐらいしか移動はなかったというふうに言われています、うん、はい、でなぜなのかというと、実は物売りがですね全部行商さん、はい、行商人の方が何でも売りに来た、うん、なるほど、野菜も売りに来たし魚も売りに来たし、はい、お豆腐なんかも売りに来た、はい、で行商人さんから日々の食材を得ると、はい、また着るものも、はい、古着あるいは反物といったようなものをすべからく行商人の人が売りに来た、はい、ということで、その遠くまで出る必要がない、はい、逆に今の女性たちというのは例えばお買い物をするという時に、特に地方に住んでいらっしゃる方ですとね、大型のスーパーに行くために車に乗って買い物に行くっていうのは、はい、うん、まあ、今では普通になりましたね、はい、40年ぐらい前までですと女性たちは自転車に乗ってスーパーに行くっていうのが、はい、うん、まあ、普通の姿、はい、でそれよりももうちょっと古い時代になりますと、歩いて、はい、買い物、サザエさんの時代かな、歩いて買い物かごを持って、うん、で近所の商店街まで出かけていくっていう、はい、まあ、そういう姿がごく普通だった。だからライフスタイルっていうのはやっぱり時代時代によって変わってくるということが言えると思います、はい、ただ行商人の人たちが毎日いろんな品物を売りに来る、今日はいいサンマが入ったよ、はい、今日はもう豆腐いいのができたよということでこう進めていく、雑貨荒物を売る行商人さんが
今フリップにあると思うんですけども、はい、まあすごい量のもうしたものを乗っけてやってくると。うで、ね、うん、で、まあ、この行商人のおじさんたちがまた楽しくてですね、はい、まあ、長屋なんかに行きますと、そこにおかみさんたちがたくさんいるじゃないですか、はい、もうそこにこう、まあ、おかみさんたち相手に男一人で戦うわけですから、うん、すごいエネルギーだったんじゃないかと思うんですけれども、はい、あのね、本当に、まあ、女性たちからすると、まあ、こういう男性の行商人さんがやってくるというのは非常に楽しくて、うん、で、まあ、一緒におしゃべりなんかもしながら買い物もしていくというふうなのが一般的な生活だった、はい、つまりあまり遠くに出る必要がそもそもなかった。なるほど、今と一緒ですね。今もアマゾンさんとかウーバーイーツさんっていう業者が、ね、はい、家の中に持ってきてくれますからね。だんだんだから江戸時代に今の日本に近づいてきて、近づいてですね、はい。少し田舎の方に、まあ、車でドライブに行ったりしますと、はい、あの全くその辺り一帯にスーパーがない、うん、ないとか商店街もないというのがあるじゃないですか、はい、ありますあります。でそういうところの人って一体どこで買い物してるんだろうかなって思うことはあるかと思うんですけども、うんうん、やっぱり今でも行商が普通に行われていたりする、はい、すね、はい、だから、まあ、そういうふうな中、そういうふうな、まあ、社会構造にあったんだということは一つ理解する必要がある、うん、はい、それは現代にもおそらく近いものになってくる、うん、ただですね、それとは別に女性たちが遠くに出かけていくケースがありました、うん、はい、これが何かと言いますと、あの芝居小屋、芝居小屋、はい、これはあの次のフリップありますけども本当に盛んでですね、うん、この芝居小屋っていうのがもう女性たちにとってはもう本当に楽しみなものであったようです、はい、うん、当時 の, あの占領役者といえばですね、本当に一日占領稼ぐぐらいすごい役者さんだったそうでして、はい、この、 あの芝居小屋についてはまた別なところで詳しくお話ができればというふうに思っています、はい、でこの芝居小屋 に結構見物に行く、あるいは神社なんかに行く、初詣に行く、あるいはお寺さん前に行く、はい、そういう時には割と女性たちも遠くにまで足を運ぶということが、いうことをしていた。つまり、うん、女性たちが遠くに全く行かないということではない、ちゃんと行こうと思えば行く環境にある、はい、けれども日常の生活においては家からほとんど遠くに行く必要がなかったというのは、これは行商人というそういうものがこう社会の中で大きく発達をしていたからであるというふうに言えると思います、はい、うん、この行商人さんたちが商品を仕入れていたところがまあ問屋街ということでして、はい、まあ、そこでこう仕入れをしたりとかですね、あるいはまあ問屋街に直接近くの女性たちが買い物に行くというそんなケースも中にはあった。これは問屋街の絵だったんですね、はい、はい、ということですね、うん、まあ、そんなふうなことで、女性たちの日常の生活が行われていた。お武家さんの家においても、はい、やっぱり同じで、うん、武家の屋敷に住んでいる女性たちはほとんど買い物に外に出ることはない、はい、これもちゃんと行商人さんたちから物を買う、うん、ということが行われていました、はい、でちなみにあの 武家の女性の場合、例えば江戸の旗本さんの場合ですと、だいたい今で言ったら高校1年生ぐらいになりますと行儀見習いということで、はい、徳川さんのところに全員、女性たちは行儀見習いに上がるということになってました、はい、これはあの地方の諸藩の場合ですとその藩のお殿様のお屋敷に、うん、はい、その藩の、武家の娘たちは全員行儀見習いに行くという、はい、これはあの実は通いじゃないんですね、泊まり込みなんです。おお、そうだったんですね、はい、はい、で女性っていうのはあの男性と違ってこうしごけばしごくほど男性はこういいとか言うじゃないですか、男の子はね、うん、で女性の場合は先輩から教わる、うん、先輩からこう教育してもらうというのが一番効き目があるんだそうでして、はい、まあ、やっぱり女性同士ですからとにかくもう目が効きますので、うん、逃げ場がなくなるわけですよね、はい、でもう今までわがままで言うこと聞かなかったような女の子でも行儀見習いに行くようになるともう1週間もしたら、はい、まるで見違えるような女性になったというふうに言われています、はいはい、もうそれぐらい行儀見習いというのは厳しいものであったし、うんうん、その行儀見習いの女性たちがたくさんいるその、まあ、大きな武家屋敷あるいはお城なんかは常にこうあのピカピカに磨かれていたというのは、はい、女性たちのまた活躍であったということであります、うん、はいはい、その女性たちは教育はどうだったんでしょうね、江戸時代は。はい、まあ、町方と武家の違いがありますけれども、うん、町方の場合には寺子屋に行きまして、はい、でそこで教育を受ける、うん、これはあの寺子屋のお師匠さんというのは大体半数が女性なんです、うん、はい、男性の先生も半数を入れる、はい、だからまあ、先生も女性だし、うん、生徒もやっぱり半分は女性だった、はい、
という、まあ、そんなふうな環境がありました。うん、で大体江戸時代の識字率が 95% 超えていたと言われてますので、はいはい、江戸の町の子どもたち、あるいは、まああのまあ、農村部でもほぼ同じなんですが、皆寺子屋でちゃんとした教育を受けていた、はい、一定 のものがあったということですね。うん、で武家の場合はどうかと言いますと、あの寺子屋まで行くということはないんです。はい、あの武家の場合にはそのお師匠さんに相当する人が家まで来てくれる、うん、ということが行われました。はい、でそれもあの数名の、数軒の家の武家の娘さんたちが同時に、まあ、親役の、うん、ところに一緒に行って、そこで一人の先生から教えを受ける、はい、まあ、たまたま年頃が同じぐらいであればそんなふうなことが行われてもしたんですけれども、うん、基本は先生がちゃんと来てくれる、はい、できちんと家で指導をするという、うん、そんなふうなことになってました。うん、まあ、武家の場合は厳しくてですね、先生の教えを受けている間正座をしてこう講義を聞くんですけれども、ちょっとでも姿勢が崩れると、あのそのようなあのそのようなことでしたら私は帰らせていただきますと言って先生が帰ってしまう、はい、そうするとなんかもう本当にとっても悪い、自分が悪いことをしたような気になってしまって、はい、もう二度としませんので、先生その教えてくださいと言って教えを受けるというようなことが行われていたそうです。なるほど、はい、まあ、ですからあれですよね、読み書きそろばんですし、あとはまあ町中でしたら商人は商人の家を支えるための、はい、武家だったら武家の家を支えるためのっていう、はい、まあ、家政学みたいな、今はもう言葉が死語になっちゃいましたけど、はい、そういったことを教養として、あの、はい、炊事選択とか、あとはその、まあ、家庭の財政の回し方とか、はい、そういうことをやっぱり皆さんたしなみとして身につけらっしゃっ、ね、らっしゃったということですかね。はい、で、ここは絶対に押さえておきたいポイントがあるんですけれども、はい、江戸時代の給料っていうのは、はい、町方にあっても農家にあっても武家にあっても、はい、いずれもその家に払われるものでした。そうですよね、はいはい、ですから旦那が働いてるから旦那が給料を持ってくるんじゃなくて、旦那が働いて給料は家に払われるんです。はい、で家の財政を全部面倒見るのはあの神さん、はい、奥さんの役割なんですね。うん、つまり女性の役割なんです。はい、だから家庭においては女性が全権持ってる、上ですよね、お金に持ってたら、はい、男性は一生懸命働いて、うん、給料は神さんから小遣いという名前でちょっとだけもらって、はい、で、お城勤めをする、うん、あるいは働きに出るというふうなことが行われています。はい、まあ、この社会構造の中にあって一体どう女性が差別されていたことになるのかっていうのが、はい、全く理解できないんですけれども、うん、まあ、そういう社会体制、あくまでも給料は家に払われるものであると、うん、そして家をしっかりと守るのは女性の役割であった、はい、まあ、ここは本当に現代の日本とは全く違う構造になっているところなのかなというふうに思います。はい、はい、まあね、今もう家庭とかが壊れちゃって結局地域が壊れてしまって、うん、で全部こう政治行政任せになっちゃって、で行政が肥大しお金がどんどんかかりで増税されみんなが困ってるということなんですよね。はい、やっぱりその地域の核はやっぱ家庭だったと思うんですよね、私もね。はい、だその家庭でも誰かがやっぱりマネジメントしてくれないと、チームってそうじゃないですか、みんながなんとなく協力してって言うけども、やっぱ誰かがマネジメントしてくれないとみんな頑張れませんよね。うん、うん、思い読みに好き勝手やってうまくなるチームもありますけど、でもやっぱマネージャーって必要だと思うんですけど、うん、そういうところをやっぱり女性が特にきちっと教養として学んでくれていたと、はい、いうことですかね。でそれをしなければ罰金を払わせられるとか、うん、それをしなかったら逮捕されるってことはないわけですよ。はい、あの昔からそういう流れになって、おばあちゃんもそうやっていたし、お母さんもそうやっていたから、うん、自分も当然そういうふうにやっていく、はい、一つの世の中のしきたりとか流れの中でペナルティは何もない、はい、でも自分がしっかりして家を支えなければこの家が壊れてしまうという自覚があった、はい、その誇りもあった、そういうものが上からの強制によってそれが行われたんではなくて、社会の仕組みとして自然にみんなの行動がそういうふうに流れていくような社会の仕組みが作られていたっていう、ここが僕は一番すごいところじゃないかなと思ってます。はい、なるほど、はいはい、法律でそういうふうにしなさいというわけじゃない、うん、教育でそういうことを強制したわけじゃない、はい、だって寺子屋であの女性は奥さんになって、うん、家の金は全部あんたが仕切るんだよってそういう教育するかってしないですよ。はい、はい、うん、でもちゃんとそれが行われる、はい、で自分がそうやってしっかりすることによって自分の娘がまた同じようにしっかりとした女性に育ってくれる、うんうん、っていうことになるわけでしょ。はい、つまり過去から現在未来に向けての一つの流れの中に自分がある、自分の存在があるという、うん、その意識が人々の中に明確にあったってことですから、うん、はい、これ現代人と全然違うところですよね。そうですね。
たった150年で随分と変わってしまいましたね。はい、ということで、今回は江戸の女性ということでしたけども、はい、次回はですね、江戸の着物についてということで、はいはい、またテーマが変わりますけれども、はい、次回またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。